武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、90分で原文、古文、漢文がそれぞれ1題ずつの計大問3題という構成となっています。で、それぞれの問題に関しては、文章の長さが結構年度によって幅が、特に現代文があるんですが、とはいえ時間内に終わらないほど無茶な量は、基本的に出ていません。で、記述、主体、論述主体の入試となっているんですが、割とヒントが多いというか、設問自体にこういうことに注意してとか、こういう言葉を使ってみたいな形で誘導が結構入っていますので、それを踏まえた上で問題文を読んでいけば、何を答えたらいいかがわからないなみたいなことはあまりないのではないかなと。それに合わせてちゃんと記述練習をしていきさえすれば十分対応できる難易度かなというふうには思います。で、まず現代文については、漢字の書き取りが出ますので、漢字の練習をしっかりしておく必要があります。で、年度によっては文学史出ることもありますので、文学史に関しては、国語の便欄など使うか、スピード攻略、文学史などを使っていくという形でやっておく、余裕があればやっておく程度ですね。それよりも、現代文読解の開発講座などで、記述要約練習をした上で、国公立標準問題集キャンパスなので、国立の入試問題の解き方、練習するという形になります。で、古文漢文に関しても、それらの、キャンパスや、ここの学校の過去問、やっていく形で練習していく。で、文法的な説明だったりも、入ってきますので、基礎知識の確認もしっかりやって、実況中継など読んだりなどですね。で、基礎の押さえ直しをしっかりしておきましょう。漢文も、早覚え即答法などの、解き直しや読み直し、しっかりやっておいて、ちゃんと知識を入れ直すということをやっておいてください。その答えがちゃんと記述で書くことさえできれば十分対応できる難易度だと思いますので、そこの練習を優先的にやって、選択後からでも十分対応しきれると思いますので、仕上げていきましょう。以上が国語の勉強となります。